セイントセイヤソルジャーズソウル、獅子の方向を。コレクションは増えたかな。いくつもの思い出がこじつけらっしゃいませ。行くぜ。私もかつては悪に染まった身。ペガサス流星拳。ここを訪れし少年たちよ、君たちにアテナを託す。この世に邪悪がはびこるとき、必ずや現れるという希望の闘士セイント。クロスをまとい、己の肉体に秘められたコスモを爆発させて戦う。これは5人のブロンズセイントたち、そしてアテナの戦いの歴史である。さあ、この伝説を君が体験するのだ。遥か神話の時代、神々は地上をめぐって幾度も戦いを繰り広げていたという。数百年に一度、地上の平和を守るために現れる戦いの女神アテナ。神話の時代より彼女に付き添い、地上を脅かす存在と戦い続けた少年たち。彼らは希望の闘士セイントと呼ばれた。そして現代、来るべき聖戦のために
アテナの化身が降臨する。赤子のアテナはサンクチュアリを統治する教皇アーレスに命を狙われるが、サジタリアスのゴールドセイントアイオロスによって辛くも救い出される。アイオロスは赤子のアテナを連れてサンクチュアリ脱出を試みるが、教皇の策略によって反逆者の汚名を着せられてしまう。サンクチュアリを脱出するも追っ手の攻撃で傷ついたアイオロスはグラード財団総帥木戸光政に全てを託して息を引き取るのだった。そして13年の時が流れ、アテナの化身は光政に育てられ木戸沙織として成長する。時を同じく光政に見出され世界各地で厳しい修行を終えた少年たちがセイントへと成長し、沙織のもとに集った。彼らはブラックセイントやシルバーセイントたちとの激闘を経て、アテナの名を語って地上を支配しようと企む教皇アーレスの野望をくじくためサンクチュアリへと乗り込んだのだった。だがそこに教皇の差し向けた刺客シルバーセイントサジッタのトレミーが不意をつき黄金の矢を放つ。黄金の矢は沙織を射抜き、ゆっくりと死へと誘うのだった。黄金の矢が彼女の心臓を貫くまで12時間、矢を抜くことができる唯一の人物教皇を沙織のもとへと連れてこなければならないのだ。急ぎアテナのセイントたち。いくつもの思い出がこちらであなたの宝物や、振り返りたい思い出をあなた行ってらっしゃいませ。あなたの成長がどうやら この程度の小さな、へえ、ガツン。あなたの宝物がたくこまたいらしてくださいますか。私も戦い続けます。ゴールドセイントは滅びぬ。
老師、手合わせ願います。ゴッドクロスか。このほとばしるような輝き、わしにはちと眩しすぎるの。ゴールドセイントを引き、太陽の光を作り出した老師でもですか。これは太陽以上の輝きじゃ。しかしそうも言っておれんか。このわしにもまだ果たすべき使命が残っているようじゃしな。ええ、地上の平和と正義のため、このコスモ互いに燃やし尽くしましょう。このクロスをまとうのがアテナのご意志なら、全力で戦いましょう。どうも気恥ずかしいな、ゴッドクロスというものは。ファイト！ただこれを流だ。これからですよ。くらいなさい、ただこれを流だ。そんなものか。これからですよ。クリスタルウォー、ハーダストレボリューション。なかなかやりますよ。なかなかやりますよ。そんなものだけに答えはおのずと現れる。光に包まれて眠りなさい、スターライトエクスティンクション。安らかに眠りなさい。いいな。わかります。これがゴールドセイントの力なのです。私もまだまだ未熟ですね。お前の思い通りにはさせんぞ、セイレーン。私のことをよほど根に持っているようだな。だがいくら息巻いても私の笛から逃れることはできない。ゴッドクロスをまとったタウラスが笛ごときに惑わされると思うな。クロスを変えただけで気が大きくなるとは滑稽だ。今度こそ目覚めぬよう優雅な音色で葬ってやろう。アテナの力を感じることもできぬか。ならばもっと分かりやすく我が力を教えてやろう。そうたやすくお前の思い通りにはさせんぞ。私の笛の音を聞いた者は必ず死ぬ。はいと。行くな。しまった。こちらだ。後ろなどするな。目だけか。どれ。ここで一気に葬ってやると。一息で仕留める。うわー、くらえ。グレートポーン。うわっは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 。死のメロディーを聞くがセイレーンの笛の音を。さっき死のメロディーを。
いのない。これだけか。みんな、マリーナの実力もたかが知れるわ。俺もまだまだ未熟よ。ミロシリュー、俺様の輝きよ。ゴッドクロスはブロンズのガキどもには早すぎる。ゴールドセイントにこそ似合うんだよ。まさかデスマスクがゴッドクロスをまとうとは。邪神を捨て真のセイントに目覚めたということだな。ああ、そうかもしれねえな。嬉しいぞデスマスク。共に正義を守るため命を懸けて戦おう。まったく調子の狂うガキだぜ。ガキにゴッドクロスなんざ早すぎるんだよ。その姿、少しはアテナへの忠誠心が芽生えたかデスマスク。はいと動くなよ。イガサビ動くなよ。わあ、しんどいな。うびゃクロスの威力か。アジャパー